こんばんは埼玉セーブライオンズの高橋コーナーです高橋コーナーのこうなるしかない始まりましたよろしくお願いします今日もリスナーの皆さんからの質問に答えさせていただきます、えー、荒川区ラジオネームモンジャイロさんモンジャイロさん、えー、コーナーさんこんばんは僕は月一の草野球でピッチャーをやっていますもうバリバリ素人ですが 牽制級でランナーを刺すプレーにめちゃくちゃ憧れていますズバリ牽制の極意を教えてくださいとはいえ言えないこともありますよね何か一つでも教えられるコツがあればぜひお願いしますおーなるほどあ結構マニアックっすねピッチャーやってて牽制でランナーを刺すプレーが好きなのか えー、マニアックっすね <laughs> まあでも僕自身でもそんな剣制はうまくないんですけどでもまあ誇れるといったら今ヤクルトスワローズにいる西川さんを剣制で刺したことがあるんですよ1回だけそれはめちゃくちゃ嬉しかったっすねあでもそう思ったらやっぱ剣制で刺すのって気持ちいいな極意ですか極意は そうですねとにかくターンを速くするってことですねまずはこうスピードっすねあのを速くするので、まあ、練習で練習の時にボート放ってもいいんでどんだけ早くターンできるかっていうのをやっとかないとやっぱ試合入ってそれができるかって言ったらやっぱできないので練習でまず自分がどこぐらい早く投げて 安定して投げれるかっていうのを知った方がいいと思いますね。で、そこからどん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 こうタイミングだったりだとか、まあいろいろこういかにこうホームに投げるフェイクをできるかとか、呼吸の吐き方とか。 あとターンの仕方とかっていろいろあるんですけどそれをねここで言ったらみんなうまくなっちゃうし他球団がねこれを見てる可能性もあるのでねまこれ以上言えないですけどまとにかく練習でどんだけ早くターンができるかっていうのをあの試してみるっていうのはすごく大事かなと思いますはいえー続いていきましょう川越市ラジオネームスイートコネコさんかっこ大学生 過去大学生って言っ,た言って大丈夫でしたあ過去大学生です私は猫派のコーナーファンですありがとうございます嬉しいですね、えー、特にミケ猫とコーナーさんの笑顔が大好きですが逆にちょっと犬が苦手です犬を飼うのは大変だろうなと思っていたところ7つ年下の妹が急に犬派アピールをし始めました これが母の希望とマッチしてうちで犬を飼うことになりそうですなりそうなんですまだ飼ってないのかそこで犬を2匹飼っているコーナさんにお願いです思い切りコーナさんちの犬の自慢をしてほしいですコーナさんの話を聞いたらちょっと犬好きになれるかもよろしくお願いしますなるほどね猫派なんだけどのスイート子猫さんは猫派なんだけど 家族が犬を飼うことになりそうってことねで思い切り僕の犬ワンちゃんの自慢をしてほしいとそれをでアピールをするということですねなるほどあのうちの犬はポメラニアン2匹いるんですけどもう 僕の中でもポメラニアン王道ですよね王道というかね王道っていうのはそのかわいいって言ったらもうポメ,ポメラニアンっていうのが僕の中であってあの当時あのソフトバンクの CM かなでなんかポメラニアンいたんですよもうそれで一目ぼれしちゃってもうそんな犬がめっちゃかわいいなと思って。 でポメを絶対買いたいなと思って買ったんですけどまず本当にシンプルに可愛いい愛いですしあの2匹いるんですけど2匹ともこう性格が違うんですよはいだからそれもそれでもっと可愛くてで例えば上の子はちょっと強がりなんですけどめちゃくちゃ甘えたくて仕方なくて。 で食欲がめちゃくちゃ旺盛で,で下の子はもう食欲よりももう自分を構ってほしくて仕方ないですよもう構ってかまって,って僕が帰ってったらもう構ってとにかく僕と遊んでみたいな感じでボールくわえてきてくれたりとかして上の子はそういうのなかったりだとかっていうなんかこうねそれぞれ性格があってとてもかわいいなと思いますしあとは散歩をね あの2匹一緒に歩いてる後ろ姿を見てるのもほっこりするし食べてる姿もかわいいしあとはうちの子リンゴがリンゴが好きで食べるんですけどそのリンゴのこう音そ嚼音って言うんでしたっけそ嚼,嚼音がめちゃくちゃかわいいんですよシャリシャリっていう,もうこれはたまらないですね あと言いい出したら切りないな車で出かけるとか時とかも僕が「ちょっと待ってて」って言って車出るじゃないですか <laughs> その時にめちゃくちゃ吠えて「行かないで」みたいな感じで聞こえる姿もかわいいしほ、うんと癒しいっすよ癒しいっすねなんだろうないやでもきりないなでも そうす僕もでも猫飼ってたんで実家で猫も好きっすけどね <laughs> けど、まあ、今犬飼っているからえー、犬いいと思うんすけどねあの、まあ、でも猫よりはやっぱ散歩を行ったりとかしなきゃいけないのでそういうお世話的なのは猫よりは増えるかなっていうのはありますけど、まあ、でも多分絶対飼ったら飼ったで絶対可愛いと思うんで。 今はねちょっと犬が,がちょっと苦手って言ってますけど絶対勝ったらもう出来合いしますよ目に、はい、見えますね、はいまあ、そんな感じですね。はい、ということでそろそろお別れのお時間です引き続きあなたからのメッセージを待っています高橋光成ーーのこうなるしかないお相手は埼玉西武ライオンズ高橋光成ーーでしたまた来週。